まずは先ほどの試合優勝おめでとうございます。で先ほど の試合を振り返っていかがでしょうか。まあ前半はあんまり僕たちのいい試合ができなくて、まあ、後半改善していこうって話になって、まあ、後半は結構自分たちのペースで試合が運べていて良かったなと思ってます。あと後半途中で僕はちょっとチャンス外してしまって、ちょっと結構落ち込んでたんですけど、チームメイトがしっかり励ましてくれたんで、なんとか自分のプレーをすることができました。ありがとうございます。で今後へ向けた意気込みをお願いします。今後は、新人戦取れたんで、総体と選手権をどっちも優勝していきたいです。ありがとうございます。